宮野浦港は、鹿児島県熊毛郡薬島町にある地方港湾。鹿児島県が管理している。薬島の北東岸に位置する湾で、東、シナ海に面している。古くは、薬杉の積み出し港として栄えた。現在は、鹿児島、種子島方面のフェリージェットフォイル航路が発着し、薬島の玄関口となっている。近年は、クルーズ客船が、 年間20回程度寄港する。高速法の適用口で、港湾区域は、稀勢の崎から0度800メートルの地点まで引いた線、同地点から塚崎まで引いた線及び陸岸により、囲まれた海面並びに宮の浦橋下流の宮の浦川水面と定められている。2015年度の発着数は3065隻 利用客数は27万477人である。フェリー、ジェットホイルが発着する。宮の浦港、フェリーターミナル、トッピーターミナル、ロケットターミナルが設けられている。クルーズ客船の機構に対応するため、宮の浦地区の対岸に新たに整備され2006年度に完成した。3万トン級のクルーズ客船が接岸可能である。港湾統計国土交通省。 2016年、https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files。E、ページイコール 1&、統計イコール 00600280&、期間イコール00600。2017年4月16日閲覧。ありがとうございます。